はい、ダイソーに行ってきまして、釣り具コーナーですね、立ち寄りましたら、今まで気づかなかっただけなのかもしれませんけれども、なんか新しく入ったというか、まあ、この存在は知っていたんですけど、ネットですとか YouTube で知っていたんですけど、私が行った店舗には、まあ、なかった、たまたまその時に品切れだったのか分かりませんけれども、だったんですけども、私が注目していたせいか、記憶に、頭にですね、そういったインプットされていたせいかわからないですけど、見つけて即購入しました。で、このジグヘッドとセットで使うシャットテールワームということで、同じ大きさのものの色違いですね、これを買いました。ワンサイズ小さいものもあったんですけど、まあ、まあ、あれもこれも買ってもなっていうことで、まあ、とりあえず最低限と言いますかね、まあ、100円ショップあるあると私は勝手に思ってるんですけど、やっぱりいつの間にかこうラインナップから外れていたり、長い間こう在庫切れだったりですねっていうのが、まあ、日常茶飯事というか、まあ、だからこそ100円ショップなんだっていうぐらいの感じでですね、品物見てます、でそして買ってますので、まあ、今回はそのなくならないうちにとりあえず最低限のものは購入したということで、でこれもですね、まあ、これはその以前からずっと認識はしていました、これが存在しているっていう認識はしていたんですけど、まあ知識経験がないもので、なんか変な食わず嫌いしていたんですよね。本当にこんなので釣れるのかみたいな、なんかロボットみたいな、こんなので釣れるのかなって思っていたんですけど、ある YouTube の動画をですね、何本か見ていた中で、別々の方がですね、動画上げてまして、このダイソーのメタルバイブということで、結構釣れるよみたいな、動画を出していました、出されていましたので、まあ、私もこれよりも小さいものもあと2種類あったんですけど、まあ、自分の竿に合うものとして 20g と 26g ということで購入しました。まあ、1年や2年で錆びたりですね、なんか傷むものでもないと思いますので、まあ、これも最低限、一つずつ購入しまして、計、880円ということですね。まあ、これが高いか安いかっていうのはさておきまして、まあ、やっぱり何かをしようと思ったら、まあ遊びですよね。何か遊ぼうと思ったらお金ですとかね、まあ、知識ですとかね、まあ、時間もそうですし体力ですとかね、いろいろなものをとこうトレードオフするというか、まあ、何かを犠牲にして、そして遊ぶわけなので、まあ、よくもうだいぶ前ですけどもね、結構嫌味を言ってくる大人の方たちが多かったんですよね。逆に、まあ、理解ある先輩もいまして、もう一回り以上、年齢を離れていたのかな、そういった先輩にも恵まれてですね、そういったなんか嫌味ですとかね、皮肉ですとか、ぐじぐじ言ってくる人っていうのは、やっぱり、君のこと、そして僕らのことをですね、羨ましがってるんだよっていうことをですね、ぽつりと言ってくれて、まあ、それがずっと何年も頭の片隅にあるんですけど、まあ、幸いですね、もう私の周りには同じ、趣味を持つ方しかっていうとちょっとおかしいですけど、そういった方がもう大多数になりましたので、もうそういった余計なノイズといいますかね雑音っていうのは、まあ、ほとんど口に耳にすることはもうなくなりましたね。もう、まあ、私が聞かないというか、そもそも相手しないっていうのもあると思うんですけど、まあ、それが相手に、あからさまに伝わっているのか、まあ、伝わっているんだとしたら全然いいんですけど、
まあ、なので非常に今はあの心穏やかに、まあ、こんな独り言もですね、まあ、動画にしたところで、別に興味がない方にとってはもう別にどうでもよくてですね、あの見なければ聞かなければいいだけの話なので、非常に、まあ、あのいろんなことに遊びに関してですね、非常にこう気楽にこうあの続けられているわけなんですけど、まあ、でもこの、まあ、釣り道具に限らずですね、まあ、スキー、スノーボード、サーフィンも、まあ、バイクもそうなんですけど、やっぱり何かをしようとしたらお金もかかりますしね、体力もそうですし、知識経験だったりですね、まあ、あと時間ですよね、まあ、いろんなものをこう犠牲にして、まあ犠牲っていう言い方がちょっとどうなのか、まあトレードオフと言いますかね、まあ何かを、まあ、切り捨てて犠牲とか切り捨ててとかって、まあ、なんかちょっと、冷たい感じしますけれども、まあ、優先ですよね、優先順位を、まあ、決めてですね、こういった遊びしちゃうとやっぱりできないこともあったりするわけなんですけど、で、まあ、何が言いたいかっていうと、結構あのめんどくさいんですよね、やっぱりこういった準備にかかるこの手間とかもそうですし、時間もそうですし、その帰ってきてからの後片付けなんかもそうですし、じゃあ次回へのフィードバックとしてですね、まあ、また知識を仕入れたりとか、結構めんどくさいことやってるんですよね。まあまあそれよりもこう嬉しいとか楽しいとかですね、まあ、心地よい、まあ、そういった経験ができるので続けられてるんですけど、それを感じるまでってやっぱりめんどくさいですしね、楽しくないことの方が多いんですよね。まあそれで私挫折したものとして、まあ楽器なんかあるんですけど、ある程度のところまでは行ったんですけどもね、あ、なんか楽しいな、1曲弾けて2曲弾けて3曲4曲弾けてみたいな感じで、でまあでもそれ以上っていうと、まあなんていうんですかね、突き抜けなかったというか、これちょっと、まあ何か物事、お仕事でも何でもいいんですけどもね、5年10年15年20年とかやってる方だったらピンとくると思うんですけど、やっぱりこう まあ5年10年も経たなくてもまあ1年とか半年とかでも、分かる人は分かるかもしれないんですけど、なんかその段階といいますか、レベルといいますか、そのステージといいますかね、こうあからさまにはっきりとこう分かるレベル、ステップアップっていうんですかね、こう次元が変わった瞬間って、瞬間というかその一日であったり絶対あるんですけど、そういったのが私の場合はその楽器に関してはなかなか訪れなかった。まあもしかしたらさらに1日、2日やっていけばですね、その別のステージに行って、今もっと楽しく何か楽器にハマってたかもしれないんですけど、いやまあめんどくさいですよね。サーフィンだってそのステージが変わらなくてですね、まあ、ずっとその初心者から初級者に行くまでって、なんか結構私はその結構壁だと思うんですけど、壁が大きいと思ってるんですけど、まあ、それで、会わなくなった、辞めていった方もいらっしゃいますしね、人が言うほどですね、遊んでばっかりとかですね、へらへらなんか人生を遊びを謳歌しているようには見えるかもわかんないんですけど、人知れず苦悩してるっていうと大げさですけど、やっぱりめんどくさいんですよね。体だってロボットじゃないんで、
疲れますし、心だってですね、痛む時もありますし、体同様ですね、筋肉痛同様、頭も悩ませることありますしね。はい、ちょっとなんか愚痴っぽくなりましたけどもね、なんか10分ぐだぐだ話してしまったので、これで終わりたいと思います。はい、ということで以上。